はい、皆さんこんにちは、レオです。今からね、ロードトリップ、今から旅行に行きます。3人でとりあえず今から、今トロントにいるんだけど、今から、ボストンに行って、その後、まあお楽しみにしててください。ボストン、まあ、車で行くんで、レンタカーしました。レンタカー今回借りたレンタカーはこんな感じです。レンタカー借りたら皆さんちゃんとね、車の傷がないかしっかりと確認しましょうね。はい、それではね、今日から5日間の旅行ってきます。ナイアガラでございます。旅初日の飯はビッグマック。ビッグマーク、ビッグマーク、いただきます。ウェルカムトゥニューヨーク、アメリカ入国。そっからだ、入国できました。アメリカ入国おめでとうございます。アメリカに入った時の心境を見ていけない。アメリカに入った時の心境、時間ない。いや、やっぱね、空気が違うよね。アメリカは入った瞬間にね、カロッと変わった。天気もいいです。渋滞やべえやべえ。日が変わる前までにボストンに着きたいけど、流れた。渋滞解除、イエイイエイ。疲れた。はい、じゃあちょっとね、アメリカの日本でいう道の駅的なやつをちょっと紹介したいと思います。ティーブホートン、なんか知らないけど食えそうなやつ。2回目の休憩です。今ね、夜のね7時35分で、今ここです。トロントからね、ボストンまで約900キロぐらいあって、まだ全然進んでねえわ。これは日が変わる前にたどり着けないんじゃないかと。ここのサービスエリアというか、アメリカ版道の駅にはマック、ピザあります。あとアイスクリーム屋さん、あと売店もさっきよりでかくて、なんかだいぶ充実してる模様でございます。さて、我々はアホなのでアメリカドルを1ドルも持っていません。今 ATM で落とせるか試してるんだけど、いけそういけなさそういけなさそう
TD 行ってみて。 TD 行ってみるわ。CIBC 行けなかったので TD で行きます。結局道の駅の ATM も使えず大ピンチやな。ガソリンも入れたいし、俺に至ってはクレジットカードも忘れたので、舐めすぎな感じでアメリカドルが3ドルぐらいあります。ピックしてよ。あ、そういうことか。これ別にあれか。とりあえずこんなハプニングに見舞われてるんですが、旅の醍醐味ね。そう、旅の醍醐味と言いつつ、今回誰と旅に行くかっていうのを全く言ってなかったので紹介します。シュンでーす。シュンちゃん。ライトでーす。ライトブース。ここまで夢中で大変だったから。はい、3度目の休憩です。今ね、1時コーヒー買いました。もう疲れた。1時半で、あと130キロぐらいでボストンに着きます。もうマジ疲れたやべえ、マジ。コーヒーとエナジードリンク買って、ライトさんがタバコ買って、ライトはタバコ買って、さあ行こう。あと130キロ。YouTube だったら一瞬だから。寝た？うん、寝た。ちょうど寝た。俺らの頑張り多分ね、2分ぐらいかも。YouTube できる。マジで。うん。伝わってくれ。もうちょい頑張ります。